勲章をメダルを折ります。白い方を上に向けて三角に折ります。一度開き、反対側にもう一度半分に三角に折ります。開き、今度は四角に半分に折ります。角をきちっと合わせてください。開き、先ほど通った反対側に四角に半分に折ります。で、一度開き、次は真ん中のこの四角に折った折り線に合わせこのように折ります。反対側も同じように真ん中の折り線に合わせて折ります。そして一度開き、次はこの縦に合わせてこのように折ります。向きを変えます。反対側も真ん中の折り線に合わせて折ります。広げます。斜め、横、縦、これだけの折り筋をつけます。そして一度色のついた方を上にし、今度はこのように三角に折っていきます。そして一度広げて、また白い方を上にします。そしてここの角4つ、こことこことここと、この角をすべてこの真ん中へ寄せます。こうこことここですね。こういう状態になります。もう一度します。まず左右この2つの点を真ん中へ寄せます。そしてこの今度は上下の点を真ん中へ寄せます。そしてこの状態からこう広げて潰します。あとの3箇所も同じように潰していきます。こうなります。そしてこれを一度こちら側に倒し広げます。つけた折り線に合わせこのように折ります。反対側もこのように折り線に合わせて折ります。同じようにあと3箇所折っていきます。
そしてこの間に指を入れて開きます。この時ここの折り線とここの線が一直線になるように折ると綺麗になります。残り 1,2,3,4,5,6,7個同じように折っていきます。ここからこの点から点までの部分の向こう側へこのように折っていきます。4箇所角があるので4箇所とも同じように折ってください。これでメダルの完成です。この上の部分に紐をつけたり下の部分に紙をつけたりとかして勲章にもなります。また同じものを6個作ってこの折ったここの部分のり付けをし貼っていくとくす玉にもなります。折ってみてください。